サポート付き貸し農園ならシェア畑。シェア畑菜園アドバイザーの大高木です。今日はブロッコリーの害虫対策、そして茎ブロッコリー、こういうの超辛いのカットなどをね中心にお話をさせていただきたいと思います。一口にねブロッコリーと言っても最近いろんな種類が出てきています。ある意味ねカリフラワーなんかも、同じ仲間だとすれば、例えばブロッコリーでもいわゆる普通のブロッコリー、それと茎ブロッコリーというのがありますね。いっぱい脇芽が出てきて、その脇芽を中心に食べるというようなブロッコリー、そして同じ仲間のカリフラワー。カリフラワーっていうのは、一般的に私ら子供の頃から見慣れているカリフラワーは白ですけども、最近色付きのカリフラワーなんて出てますよね。オレンジとかね紫なんていうカリフラワーも品種改良でね出てきています。またカリフラワーの茎ブロッコリー版っていうんでしょうかね、商品名カリフローレっていう名前に、ね、なってると思いますけども、いわゆる白い塊が突然ふわっとこう花を開いた形でゴーンと伸びてきて茎の状態ですよね。それを一本一本取って食べると、カリフローレというような名前の、ね、品種が出てきています。基本的にこのブロッコリーの仲間、育て方は大きくは、ね、変わりません。ただ今日お話しする茎ブロッコリーはちょっと他のブロッコリーと、ね、育て方が違うところがあります。これは知ってる方は、ね、多分そんなことは当たり前じゃないかって言われるかもしれませんけども、なかなか野菜作り初心者の皆さん、普通にブロッコリーと思ってお世話をしちゃう、そうすると間違えちゃうということがあります。それは後ほどね、お話をしながら説明していきたいと思っています。それでは、はい、行ってみましょう。それではまずはじめにね、ブロッコリーの害虫対策についてねお話をしましょう。植え付けてこれからどんどんね成長していくわけですけども、ここでねきっちりと害虫対策しておかないと、これから10月に入ってブロッコリー花蕾が育ってきますね。この花蕾が成長するにはやっぱりきちっとした光合成必要ですね。そのためにも葉っぱ、葉は重要な役割を果たします。11月に、ね、なればまたこれ幼虫も、ねいなくなってくる頃になりますので、その頃になれば防虫ネットは必要ないかと思いますけども、植え付けから10月いっぱいは、ね、きっちりと防虫ネットをしていただきたいと思います。ということで、ね、特に10月中念入りに、ね、害虫チェックをしていきましょう。ちょうど今ここに、ね、害虫にやられちゃってる株が一つありますので、それを見ながら、ね、ご紹介していきましょう。こちらの株見ていただきましょう。見事にね害虫にこれ食べられていますし、ここにこの黒いごま粒みたいなの見えますか、わかりますか、これこの黒いごま粒みたいなやつ、これはアオムシの糞です。これですから必ずこの株には今アオムシがいるという状態になります。ということでよくよく見ていますと、皆さんここ見てください。これこの葉の裏、ここにほらいましたね。多分これモンシロチョウだと思います。ちょっとはっきり分かりませんけども、多分モンシロチョウだと思いますね。幼虫です。これがここで食害して、こっちの方に移ってきて、この今葉の端の方をね少し食べて始めているというような状況です。このように基本的に畑に行って苗をよく観察していただいて、穴が開いていないか、このようにこれ糞が葉っぱの上やこのマルチの上に落ちていないか、これをまずよく観察していただきたいと思います。今日このようにね見つけたやつ、これをすぐに取って捕殺してください。もうそのままねこのように置いて、もう足でも何でもいいですから潰して上がってこないようにしておきたいと思います。ということでね、皆さん基本的にね畑に来られたら、まずね防虫ネットの上からでも OK ですよ。よく見て穴が開いてないか、糞が落ちていないか、もしこのように穴が開いているようであれば、ほぼアオムシがここにいるという証拠になりますから、ぜひねよく観察して害虫のチェックしていただきたいと思います。それともう一つ注意すべき点ですね。特に害虫にやられて困る部分があります。この程度の葉っぱがね食害される分についてはそう株に大きな影響は当たりませんが、いわゆるね株のこの成長点と言われるところ、ここが食害されるとちょっともう辛くなります。状況によってはもう植え替えをせざるを得ないというような状況になります。ですからまだこの程度に葉っぱがやられるぐらいだったら、ほぼほぼ害虫退治するだけで大丈夫ですが、この成長点やられていたらもう基本的に苗を植え替えた方がいいというふうに考えた方がいいと思います。それともう一つ、ぜひこういうこの枯れたようなやつですね、枯れた葉っぱ、これはなるべく除去して株元きれいにしていただきたいなというふうに思います。ということで、ね、今見ていただいた株、幸いにもね成長点と言われる部分の食害はもうほとんどありませんでした。ということでね、多分もうこの株は害虫も除去しましたし、穴が開いてるけども大丈夫だというふうに思います。それとね、最後に一つ、こちらの株見てください。これほとんどもう害虫の被害には遭ってない、
とても綺麗な株があります。でもちろん防虫ネットきちんとかけてます。ここの防虫ネットのをかける、そしてそのポイント、このね防虫ネットのこう周囲、これをきちっと土に埋めてね、隙間を作らないということもこの防虫ネットを張るポイントの一つになります。皆さんね、十分にここら辺は気を使っていただきたいなと思います。以上ね、害虫対策、基本的に冒頭申し上げたブロッコリーの関連する野菜、カリフラワーも含めてほぼ同じだというふうに見ていただいて OK です。次にね、育てていく上で一つ茎ブロッコリーだけね、ちょっと他のものとは育て方がね変わるところがあります。ここをねちょっとご紹介をしていきたいと思います。茎ブロッコリーというのはいわゆる超辛い、ブロッコリーでいう真ん中の塊ですね、これを育てるっていうよりも脇芽を育てて、その脇芽を食べるというのが茎ブロッコリーなわけですね。他のいわゆる普通のブロッコリー、あるいはカリフラワーなんかは真ん中にできる塊、超辛いって言いますけども、これを大きく育てて食べますよね。ただし茎ブロッコリーだけは逆に、その超辛いをある大きさの時になったらカットすることによって脇芽が伸びてきます。その脇芽を食べるというのが茎ブロッコリーなんですね。ということで、まあ、10月もね多分半ばを過ぎますとブロッコリー、超辛いですね、がだんだん大きくなってきます。茎ブロッコリー以外の超辛いはそのままどん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 大きく育ててください。茎ブロッコリーの超辛いはだいたい超辛いの直径が500円玉サイズと言われています。ですから直径3センチ弱ですかねの大きさになったら超辛いをカットします。カットすることによって脇芽の成長を促して、その脇芽を食べることになります。そのカットもねちょっと注意点がありますのでご紹介します。カットする際ちょっと気をつけていただきたいのは、このハサミの消毒ですね。基本的にこのハサミ雑菌がついている可能性が十分ありますので、必ずアルコールできれいに消毒してから超辛いをカットしていただきたいと思います。そしてカットの仕方にもねちょっとしたコツがあります。これがそのブロッコリーの真ん中の軸で、ここに超辛いがあるとしましょう。ここにある超辛いをカットして取るわけですけども、こうまっすぐカットするんではなく、切り口を斜めにしてカットしていただきたいと思います。その理由は、まっすぐカットするとここに雨水なんかが溜まって雑菌が繁殖して、この株全体をね腐らしてしまうというようなことがあります。これをこう斜めにカットすることによって、雨水なんかはスーッとこれ下に流れていきますね。ですから雑菌の繁殖も少なくなります。ぜひねハサミの消毒、まっすぐのカットではなくって斜めにカット、これをぜひやっていただきたいと思います。そしてこれ切り取った超辛いですけども、食べられますからね、ポンと捨てちゃわないでぜひ食べていただいて OK です。逆にこれを大きくしてしまうと、茎ブロッコリーの場合は茎が脇芽が出てこなくなりますから、美味しい茎ブロッコリーが食べられなくなってしまうので、茎ブロッコリーは必ずもう超辛いをカットするということを覚えておいていただきたいと思います。超辛いのねカット、もう一つポイントはあります。ぜひ天気のいいね晴れた日にやってください。わざわざ雨の降るような時にカットしてね、切り口に雑菌がたまるなんてのを当然防ぎたいわけですから、できるだけ晴天の日にカットしていただきたいと思います。茎ブロッコリーだけですよ、超辛いをカットするのよろしいですか。これは茎ブロッコリーの脇芽、いわゆる茎を伸ばすために超辛いをカットします。他のブロッコリーにしても、いわゆるカリフラワーにしても、超辛いができたからといってカットしてはダメですよ。ぜひこの超辛いをカットするのは茎ブロッコリーだけですから、他のブロッコリーはむしろその超辛いをどん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 大きくしてね食べる野菜ですから、ぜひ間違えないでいただきたいと。そして茎ブロッコリーですけども、超辛いをカットすると脇芽がスルスルと出てきます。だいたい長さそうですね10センチ程度になったら茎ごとカットしてくださいね。茎の頭についてるいわゆるつぼみという部分だけではなくって、長さ10センチ程度に伸びてくる茎も一緒にカットして、むしろ茎を食べるのが茎ブロッコリーです。そこのところ間違わないでください。ぜひね脇芽として伸びてきた茎、花芽と一緒に食べていただきたいいうふうに思います。ということでね、茎ブロッコリーうまく育てれば2月3月までね脇芽が出てくるということもあります。ぜひね長い期間楽しんでいただきたいというふうに思います。と同時に、なるだけその脇芽をね伸ばすためにも月1回の追肥、これをねぜひやっていただきたいなと思います。まあ、追肥の仕方はいつもと一緒です。軸からだいたい20センチぐらい離れたところに花粉をひとつまみ
入れてあげていただきたいと思います。それによって長い期間ね、脇芽を伸ばさせて美味しい首づくり長期間食べていただきたいと思います。今日はね、ブロッコリーのお世話、特に害虫対策、そして茎ブロッコリーの辛いのカットについてね、お話をさせていただきました。この動画がね、役に立ったと思う方、ぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いいたします。それではまた。